サンタの追っかけをした。クリスマスに世界一忙しい人がいる。プレゼントを配達するサンタクロースです。どれくらい忙しいのか、試しに追っかけて取材をしたことがありました。はじめは、本当にサンタは忙しくしているのか、半信半疑でした。とにかくサンタクロースは多忙です。ペースについていけず、途中で置いてけぼりにされました。だって、サンタクロースは、毎年クリスマスの夜に世界中の子供たちにプレゼントを配達するために、8時間で地球の周りを回ります。計算すると、そのペースは、時速約 1000km にもなります。人間の通常の歩行速度は時速約 5km なので、サンタクロースのペースについていくのは非常に困難です。結局、忙しいサンタをそのままにしておけなくて、サンタクロースの手伝いとして、プレゼントの配達を手伝うことになりました。まず、サンタクロースに変装しないといけません。そうしないと偽のサンタクロースとバレて、夢を壊してしまう。トナカイとソリは、本物のサンタクロースが使います。私が手伝った時は、自分のオートバイを使いました。サンタクロースは、一人でプレゼントを配達するには人数が足りません。そのため、サンタクロースの手伝いとして、誰でもプレゼントの配達を手伝うことになってしまいます。取材どころではありません。でも、サンタクロースの秘密を知ることになります。サンタクロースは、クリスマスの夜に世界中の子供たちにプレゼントを配達するために、様々な秘密を守っています。例えば、サンタクロースの住所や、プレゼントを配達するための方法などです。サンタクロースの手伝いとして、これらの秘密を知ることになります。サンタクロースの助手として、サンタクロースの世界に住むことになる人もいるくらいです。サンタクロースは、北極の近いところに住んでいます。サンタクロースの手伝いとして、サンタクロースの世界に住むと、そこで働き続けることになるかもしれません。具体的には、毎年12月24日に、サンタクロースは日本時間の午後12時15分頃に、ロシアの極東地域に到着しています。もし、あなたが大阪からサンタクロースを追いかけた場合、飛行機や船などを使って、極東地域に到着する必要があります。しかし、サンタクロースのペースは非常に速いので、極東地域に到着したとしても、サンタクロースの姿を見つけるのは難しいでしょう。もし、運よくサンタクロースの姿を見つけることができたとしても、サンタクロースは忙しくプレゼントを配達しているので、あまり長い時間、話をする余裕はないかもしれません。また、サンタクロースの秘密を守るために、あなたがサンタクロースを見たことについて、他の人に話さないように注意するようになるでしょう。クリスマスにサンタクロースを追いかけるのは、とても楽しい体験になるかもしれません。しかし、サンタクロースのペースについていけず、途中で置いてけぼりにされたり、サンタクロースの秘密を守るために、他の人に話さないように注意されたりします。あらかじめ知っておかないといけません。ネタバレ記事を書きましたが、本当かどうかは自分で追っかけをして、確かめる必要があります。裏が取れていない記事は、サンタクロースから、お叱りを受けます。でもプレゼントの配達の手伝いには、素敵なお礼が届きます。